よかよかよか天気すごくよか天気ですね。もうほんと今日今雲一つない、もう最高の月曜日の朝でございます。6月の22日にゃんにゃんの日。ちなみにうちの父、仙台の父ちゃんがですね、まあ、8月の22日ということでですね、まあ、月命日となっております。今日お寺様がいらっしゃいますけどですね、はい、私は元気にですね、お店場みたいな感じでございますけどですね、本当に最高の天気ですね。素晴らしいと思います。見てください、もうあっちほら綺麗に、やっぱ最近の梅雨っていうのはわーっとってピタッとやむんですよね。だからあの畳にカビが生える、前もこういう話したわってが、前はほら畳にカビが生えたじゃないですか。最近はカビの生えんもんな、やっぱこういう感じで。でまたこれがまたしばらく経つとダーッと降って、なんか今週の木曜日金曜日、だいたいうちが新聞の広告いる時は降っとるんですよな。もう困ったもんでございます。はいはい、まあまあそういう感じでですね、今日も一生懸命夜8時までナイター営業、電話は年中無休24時間受け付けて頑張りますので、一つよろしくお願い申し上げます。はいはいはい、頑張ろうかね、頑張ろうかね、はいはいはい、よいしょ、こっちは車道だけですね、4時とかあとですね。はい、6月の22日月曜日夜8時までナイター営業。今目の前をですね、イケメンのお兄ちゃんが通られました、自転車で。はい、今日も元気に営業中。はい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 、さあ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 、いや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 、あれでございますね。今日は目指しさんも食べたことですしですね、あの、美味しいございました。いや、私は目指しやっぱうまかな、みたいなですね。やっぱまあ、ああいうの本当好きでございます。と言いながら、昨日は実はですね、あの、父の日でですね、あの、豚のトンテキ、トンテキ、豚貝みたいな、牛じゃないんかみたいな、牛は高いじゃないかですか。ちょうどね、もう豚が一番ですね。もう豚、もう貧乏人は豚が一番。もう豚は私のお友達みたいな感じでですね、まあ、あの、豚のテキを食べましたけどですね、はい、まあ、父の日も無事に終わりました。ですね、一生懸命今日も頑張っていきたいと思います。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。